はい、皆さんこんにちは。突然なんですけど、皆さんは自分の筋肉のバランス、体のバランスとか考えたことありますでしょうか？なかなかないですよね。そんな時にちょっとご紹介したいのがこちら、ファンクショナルムーブメントシステムです。こちらはですね、体の連動性だったりとか、あと動きを評価するテストでして、評価することによってどれぐらい体のバランスが取れているかっていうことが分かって、より効果的なトレーニングに役立てることができます。なので、もし興味があったらこのまま動画ちょっと見てってください。バーが上に前に行ったりとか、体が前に倒れたりとかしないように、完全にしゃがみ込んでもらう。じゃあもうちょっとバーを締める。はい、じゃあ一発目しゃがみ込みましょう。今膝よりもバーが前に倒れちゃってるので、倒れないようにしっかりと保持してできる。ああ、きついっすね。無理だね。オッケー。じゃあそのままの位置でかかとを乗せてみようか。こう。そう。はい、じゃあそれでできる。オッケー。これでいけます。オッケー。いいよ。どこも痛くない？背中が突っ張るかな。オッケー。結構体硬いですね。硬いっす、めっちゃ。柔軟性とは無縁の生活をしてきたんで。それは関係なくダンスはできるの？できますね。もうやってるやつは。体硬いやつたくさんいます。あ、そうなの？意外と足短い。そんなこと言います？足長いと思って生きてきたんですけど、腰ここにある。ももが長い。あ、なるほど、よかった。で、今度からやるのはハードルステップって言って、前に足をつけちゃう。そういうのつけて、で、首の後ろで持ってください。で、どんな形でも構いません。で、つま先を前を見たまま、まっすぐ上げてバーを通り越して戻ってくるってことです。で、この時に体重を前に乗せちゃダメ。なるほど。後ろに残したまま肩か、かかとをつけて戻ってくる。じゃあ1本目いきましょう。右足からいきます。2回目いきましょう。 OK。 じゃあ左いきましょう。左足だけつま先が内側を向けて上げてるので、それなしでできる。今度はまずつま先をゼロのところに合わせて、左足、右足を18のところまで足伸ばしてもらって、立ってもらいます、で、必ず足が上がらない、外側に出ないようにまっすぐ立ってもらった状態で、右足が前の時は左手が上でバーを持ってもらいます。で、そのままランジをしてもらいます、これはやばいかもしれない。で、首の後ろでバーを持ちます。で、腰のところでバーを持って頭つけます。顎引きます。背中と頭とお尻がついたままランジしましょう。かかとは上がって大丈夫ですか？後ろのかかとは上がってあります。今ちょっとお尻浮いちゃったので浮かないように気をつけていきましょう。OK。 じゃあ反対側行きましょう。はい、行きましょう。 OK、 もう一回行こうか。OK、いいよ、ありがとう。降りちゃっていい。今度は親指軽く握ってもらって、で、後ろで手を合わせるっていう動作をしてもらいます。で、この時にどれだけ空いているかっていうのを言います。で、今度手を水平まで足ぴったりくっつけた状態で親指握ってもらいます、はい、じゃあ右手が上、左手が下で、寄せない、そこでストップ。OK、もう一回
戻して右手が上、左手が下で一発でいきましょう。そうそうそう、オッケー、そんな感じ。ない、違うね、今度は上向きで寝てもらいます。その状態で手のひらを上に向けて、で力を入れないで上げられるところまで足を上げていくんだけど、膝は伸ばしたまま、つま先は上を向けたまま片方ずつやっていきます。で下ろしている方の足もつま先が外向いたりとかしないようにまっすぐこの状態を維持していきましょう。じゃあまず左足から上げます。今度は右足、OK、もう一回下ろして右足いきましょう。はい、そしてもう一回右、そして左やって、今度はそのままうつ伏せで寝ます。今度トランクスタビリティプッシュアップって言って手の位置は僕が合わせるので、その状態から体がまっすぐ棒の板の棒、板のように真上に持ち上げられる、はい、じゃあ手は上で、はい、で足しっかりくっつけて膝もくっつけて膝浮かせます。はい、で肘、はい、じゃあその状態で1枚の板のように上げられるか、せーの、あ、OK、いいね。じゃあ今度が右手右の動作運動、はい、右手と右で一つの動作を同じように一度か、全て行います。体重は移動してもいいんだけれども、重心から大きく移動しすぎないように、右手これができるかぎり、あ、もう無理かもしれないやってみようか。で、手つけて、で、今お尻がすごく外に向いちゃってるので向かないようにできるから、ふぅー、あ、向かないと無理です、うん、じゃあ反対側はどう、反対も外に出ちゃうないと無理、OK、そうっすね。じゃあ対角線上、右手左足の肘と膝、はい、で近づけてくっつけて離す、 OK、 今度反対、OK、 で今見させてもらったんだけど、はい、基本的に、マイナスはほぼほぼないんだけど1個だけ下半身の柔軟性、はい、なんだけど力を入れてもらって足を上げるっていう動作をすると上がるのね。で、まあ入れないで上げた時は1点評価なんだけれども、入れて上げた時は2点評価に変わる、2点評価に変わるっていうことはまあノーマルだってことは、動作を下半身を動かすっていう時にコアアクティベートがうまくできていないっていう可能性があるので、そこのところをちょっとエクササイズとして取り込んでいくっていうのが一つで、プラスアルファしてバランスもちょっと悪そうなので
そこら辺もプラスして、まず、エクササイズして、で、この前お話ししてたような動作を止めるっていうようなのが苦手っていうところも、こう安定してやれるようにっていうエクササイズをちょっと考えてみます。 OK です。じゃあ、おしまいです。はい、はい、以上がファンクショナルムーブメントシステムズについてでした。いかがでしたでしょうか。興味があったら調べてみたりしてください。僕が言ってるのはこちら。よかったら行ってみてください。ありがとうございました。